ロイテンバッフ派は、ドイツビュルテンベルク州、レムスムル郡に属す、町村である。この町は、シュトゥットガルトの北東、約20キロメートルのレムスムル郡内、ビネンデンとバックナングとの間に位置している。この町は、シュトゥットガルト地方及び、シュトゥットガルト大都市圏に属す。ロイテンバッフ派は、シュバーベンの森及び、バックナンガー盆地の辺炎部。 高度254メートルから420メートルに位置する。長域内をブーヒエンバッハ側、ロートバッハ側、ヘラハバッハ側が流れている。ロイテンバッハは南西ドイツケスタに位置しており、高度の高い地域は一部コイパーベルクラントに達する。ロイテンバッハは西から逆時計回りにバイブリンゲン、シュバイクハイム、ビネンデン、バックナング、ブルクシュテッテン及び、 アファルターバッハと境を接している。ロイテンバッハの構成と、土地利用自治体としてのロイテンバッハは、ロイテンバッハ、ネルマースバッハ、バイラーツームシュタインの3つのボーン別力からなる。これらの地区は、かつての同盟の町村と一致する。各地区には、小集落農場、住宅地が含まれる。出店、スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベルタンベク、ロイテンバッハは、 古い表記のルティンバックとして1284年に、ネルマースバッハは1071年に、バイラー・ツーム・シュタインは1245年に、初めて文献に記録されている。ギューグリンゲンのフォークトとして、ハインリヒ・フォン・ルーテンバッハの名前が記述されている1295年の、ルドルフ・フォン・ロイフェンの文書は、貴族、フォン・ロイテンバッハへの最初の証拠とされている。現在の長域内に残る。 最初の定住の痕跡は、青銅器時代及び、鉄器時代初期のものである。紀元前750年から450年の時代に、おそらくケルト人やスキタイ人が、現在の町域に定住した。ロイテンバッハは、オは、王歴シャリーメスの約 15km 西に位置しており、ローマの支配地域に含まれていた。ローマによる占領の時代は、紀元後155年に始まり、 約100年間続いた。その痕跡も2つのビラルスティカートをはじめいくつか残されている。アンドレアス・キーザーの1685年の森林登録簿に描かれたロイテンバッハ中世にはロイテンバッハとネルマースバッハはビネンデン家、バイラーツームシュタインはボールゼルデン城の支配下にあった。1322年にエーーハルハがこの城を購入し、 アムトマールバッハに編入した。バイラーツームシュタインはこれに従った。一方、ロイテンバッハとネルマースバッハは、その3年後に、エーバーハルトの息子にあたるビュルテンベルクハク・ウルリヒ3世が獲得し、アムトビ年々に編入された。このため、ロイテンバッハとネルマースバッハは、後に、バイブリンゲン軍に属し、バイラーツームシュタインは、バックナング軍に属すこととなったのである。 三十年戦争は、ロイテンバッハの三村落を無傷では置かず、甚大な困窮をもたらした。プファルツ継承戦争で、ネルマースバッハは、南西ドイツの他の多くの村と同じように、デューマ将軍率いるフランス軍によって、完全に焼き尽くされた。1806年1月1日に、ビュルテンベルク王国が成立した。ロイテンバッハとネルマースバッハは1808年に、 行政改革に伴って、オーバーアームとバイブリンゲンに配置され、バイラー・ツーム・シュタインはそれまで通りオーバーアームと、マール・バッハに属した。バイブリンゲンから、バックナングへのムルタール鉄道の完成により、ネルマース・バッハは1876年に、オーリツ・ビュルテンベルク・クニュー鉄道の鉄道網に接続し、大きな経済的活況を経験した。ネルマース・バッハは、 現在もこの町で唯一工業地域を有する地区である。現在のロイテンバッハは1975年1月1日にバーデンビュルテンベルク州の地域再編に伴ってロイテンバッハネルマースバッハバイラーツームシュタインの隣接する3つの町村が合併して成立した。町の行政機関はロイテンバッハに置かれ、統合後の町名もこの集落から取られた。 一下に示すのは、現在の町域にあたる地域の人口推移である。3地区は、それぞれ独自の福音主義教会が組織されている。カトリック教会は、ロイテンバッハ地区にあり、町の全域を管轄する。この2大教会の他に、ロイテンバッハには、バイラー・ツーム・シュタインでは新首都派協会、ネルマース・バッハでは、エホバの承人が活動を行っている。ロイテンバッハの町議会は、 選挙で選出された18人の名誉職の議員と議長を務める町長の合計19人で構成されている。町長は町議会において投票権を有している。2018年現在の町長はユルゲン・キースルである。彼は1999年6月21日にロイテンバッハの町長に選出され、2015年から3期目を務めている。 ロイテンバッハの紋章は赤字に銀の横帯が引かれ三輪の黒い額を持つ五弁の金のバラが描かれている。この図案は1391年に押印されたハインリヒ本ロイテンバッハの印象にまで遡る。紋章の配色には元の三つの町村の色を採用している。内家人員から追放され難民となったかつての住民の多くがロイテンバッハに 定住したことに由来する。ドイツのパンクバンドノーマルはロイテンバッハで結成された。レムスムルビューネはアマチュア劇団であり独自の演出でツアーもを行う。町の建設計画に伴う土地利用の中心的な調整措置としてロイテンバッハとネルマースバッハとの間のヘラハバッハ川の谷にヘラハーウエ警官公園が作られた。 ロイテンバッハのトンネル建設ネルマースバッハには鉄道バイブリンゲンシュウェービッシュハルヘッセントアール線の停車駅がある。ネルマースバッハとシュートシュトットガルトを15分から30分間隔で結ぶシュトットガルト S バーンの S3 号線がこの路線を運行している。2009年9月に連邦道 B14 号線の新しい工事区間が開通した。この道路は ビネンデンの西を迂回しており、ビネンデン及びヘルトマンスバイラーの通り抜け交通が軽減した。このために、長さ約 1km のトンネルロイテンバッハが建設された。ロイテンバッハは、ビネンデン・西インターチェンジ、ネルマースバッハは、ネルマースバッハインターチェンジで B14 号線に接続している。三つの大きな雇用主はいずれもネルマースバッハ地区にある。 公式の広報誌はアムツブラッドロイテである。ロイテンバッハのローカルニュースはビネンダー・ツァイツング及び散発的にはシュトットガルター・ツァイツングやバックナング・クライス・ツァイツングで報道される。ありがとうございます。